岡本祈動作、白鳥会。1。文化九年、猿年の正月十八日の夜である。その夜も四つ半、午後十一時を過ぎた頃に、二人の娘が江戸小石川の目白不動堂を右に見て、目白坂から関口小舞町の方角へ、 足早に差し掛かった。小舞町を雪抜ければ音羽の大通りへ出るその七丁目と八丁目の裏手には江戸城のおまかない組の組屋敷がある彼らは身分こそ低いが皆相当に内服であったらしい今ここへ来かかった二人の娘はそのまかない組の瓜生長八の娘おきたと 黒沼伝兵衛の娘、おかつで、いずれも明けて十八の同い年である。今夜は関口大長の鈴木という屋敷にカルタの会があったので、二人は良いからそこへ招かれて行った。いつの世にもカルタには世のふけるのが習いで、男たちはまだ容易に辞めそうもなかったが、若い女たちは、 目白不動の金が四つをつくのを合図に帰り自宅に取りかかって、その屋敷で手ごしらえの五目寿司の地層になって、今や帰ってきたのである。屋敷を出るときには他にも四五人の女連れがあったのであるが、途中でだんだんに分かれてしまって、小米町へ来る頃には、お田とお勝の二人になった。夜更けではあるが、普段から歩き慣れている道である。 自分たちの組屋敷まではもう二三丁に過ぎないので、二人は別に不安を感じることもなしに、片手にちょを持ち、片袖は胸に当てて、少しうつむいて足を早めてきた。坂を降りると、右側は二三軒の屋敷と町屋で、その間には寺もある。左側はほとんど皆寺である。屋敷はもちろん、 町屋も四つ過ぎには表の戸を閉めているので寺町とも言うべきこの大通りはとりわけて寂しかった春とはいっても正月半ばの暗い夜で雪でも降り出しそうな寒い風がヒューヒュー吹く二人はいよいようつむきがちに急いでくると起きたわ何を見たかにわかに立ち止まったあら何でしょう おかつもちょうちんをあげてすかしてみると、ふたりの行く先に、ひとつの白い影が舞っているのである。さらによく見ると、それは白い蝶である。ふつうに見るものよりやや大きいが、たしかに蝶にそういなかった。蝶は白い羽を翻して、寒い風の中を低く舞っていくのであった。ふたりは顔を見合わせた。蝶々でしょ おかつはささやいた「それだからおかしいと思うの」とおき田も小声で言った「今頃どうして蝶々が飛んでいるのでしょう」時は正月ことにこの位を老けに蝶の白い形を見たのであるから娘たちが怪しむのも無理はなかった2人はそのまま無言で蝶の行方を見つめていると 蝶は寒い風に押されるためか、あまり高くは飛ばなかった。むしろ地面をかすめるように低く舞いながら、往来の真ん中から左へ左へ迷っていって、左側のある寺の柿に近寄った。それは杉の低い池垣で、往来からも墓場はよく見えるばかりか、野良犬などが毎日くぐり込むので、 池垣の根のあたりはまばらになっていた。蝶はその池垣の隙間から流れ込んで、墓場の暗い方へ影を隠した。それを不思議そうに見送っていると、二人の後ろから草履の音が聞こえて、五十ばかりの男がちょうちんを下げてきた。彼は通り過ぎようとして見返った。お組屋敷のお嬢さんたちじゃございませんか。 声をかけられて二人も見返ると、男は、音羽の市川屋という水引き屋の職人であった。ここらは江戸城に勤めている音羽という奥女中の廃領地で、音羽の地名はそれから起こったのであるという。その関係から、昔は江戸城の大奥で用いる紙やもっといや水引きの類は、この音羽の町でもっぱら作られたと言い伝えられ、 明治以後までここらには神屋や水引き屋が多かった。この男もその水引き屋の職人で玄蔵という男である。多年近所に住んでいるので、起きたもおかつも子供の時から彼を知っていた。今自分どこからお帰りですと玄蔵は重ねて聞いた。鈴木さんへカルタを取りに行って。 は答えた「ああそうでしたか」と玄三はうなずいた「そしてここで何かご覧になったんですか?」「白い蝶々が飛んでいるので白い蝶々ご覧になりましたか」「こんな寒い晩にどうして蝶々が飛んでいるのでしょう?と」とおかつが聞いた私ももう三度見ましたが。 現像も不思議そうもそに言った全く不思議ですよ。去年の暮れごろから時々に見たものがあるといいますがね、この寒い時節に蝶々が生きているはずがありませんや。おまけに暗い晩に限って飛ぶというのはどうもおかしいんですよ。武家のことは言いながら、若い娘たちはなんとなく薄気味悪くなって、夜風がひとしお身にしみるように感じられた。 蝶々はどっちの方へ飛んで行きましたと、玄蔵はまた聞いた。お寺の中へ。うーん。と、玄蔵は伺うように墓地の方を覗いたが、そこには何かの枯れ葉が風にそよぐ音ばかりで、新しい墓も古い墓も闇の底に沈まり返っていた。蝶賃の火がまた一つ現れた。氷氷の音も聞こえた。 火の晩の塔けという男が、ここへ回ってきたのである。三人がここに立ち止まっているのを見て、塔けも近寄ってきた。何か落とし物でもしなすったかね彼も三人を知っているのである。現像から白い蝶の話を聞かされて、塔けも眉を寄せた。その蝶々は私も時々に見るがな。なんだか気味が良くない。 今夜はこの寺の墓場へ飛び込んだかね。誰かの魂が蝶々になって墓の中から抜け出してくるんじゃないかね。と源蔵は言った。何墓から出るんじゃない。他から飛んでくるんだよ。墓場へ入るのは今夜が初めてらしい。と藤助は言った。だが蝶々がどこから飛んできてどこへ行ってしまうか。 誰も見届けたものはない。第一あの蝶々はどうも本物ではないらしいよ。生きているんじゃないのか飛んでいるところを見ると生きているようにも思われるが、私の考えではあの蝶々は紙でこしらえてあるらしいね。どうも本物とは思われないよ。聞いている三人はまたもや顔を見合わせた。 私もそこまでは気がつかなかったが。と、玄蔵はいよいよ不思議そうに言った。紙でこしらえてあるのかなだって、あの蝶々売りが売りに来るのとは違うようだぜ。蝶々売りが売りに来るのは子供のおもちゃだ。もちろんあんな安っぽいものじゃないが、どうも生きている蝶々とは思われない。 白い紙か、それとも白い絹のようなものか。どっちにしてもこしらえものらしいよ。だが、そのこしらえものがどうして生きているように飛んで歩くのか、それがわからない。何しろ不思議だ。あんなものは見たくない。あんなものを見ると、何か悪いことがありそうに思われるからね。 えっと言って、私は商売だから、毎晩こうして回っているうちに、嫌でも時々見ることがある。気のせいか、あの蝶々を見たあくる日は、なんだか心持ちが悪くって。こんな話を聞かされて、三人はますます肌寒くなってきた。おかつは、おきたのたもとをそっと引いた。もう行きましょうよ。ええ、行きましょう。 もすぐ同意した「そうだだんだんに夜が更けてくるお嬢さんたちはお屋敷の前まで送ってあげましょうよ」と玄蔵が言ったすけに別れて3人はまた足早に歩き出したが音羽の通りへ出るまでに蝶は再びその白い影を見せなかった娘たちの組屋敷は音羽七丁目の裏手にあるので 玄造はそこまで送り届けて帰った。沖田の父の瓜生長八は、城中へ夜詰めの晩に当たっていたので、その夜は自宅にいなかった。瓜生の一家は、長八と妻のおよしと、長女のきたと、次女のおとしと、長男の長三郎と、下女のお秋の六人暮らしで、男の奉公人は使っていない。 長朗は15歳でお年は13歳である「沖田の帰りが少し遅いので長三郎を迎えにやろうかと言っているところへ沖田は林家のお勝と一緒に帰ってきた水引き屋の職人に送ってもらったというのである「ただいまどうも遅くなりました」茶の間へ来て母の前に手をついた娘の顔は青かった お前どうしたのかい?」と母のおよしは怪しむように聞いた「い,いえ別に顔の色が悪いよそうですか」白い蝶が若い娘たちを気味悪がらせたにはそういなかったが沖田自身は顔の色を変えるほどに脅かされてもいなかった彼女はかえって母に怪しまれたのを怪しむくらいであった しかし、まんざら覚えのないわけでもないので、白い蝶の一軒を母や妹に打ち明けようと思いながら、なぜかそれを口に出すのをはばかるような心持ちになって、きたは結局黙っていた。この春は風が流行るというから気をつけなさいよ、と何にも知らない母は言った。夜もふけているので妹のお年は 姉の帰りを待たずに、さっきから次の間の四畳半に寝ていたのであるが、この時突然にうなされるような叫び声を上げた。何か怖い夢でも見たのであろうと、およしはふすまを開けて次の前へ行った。うなっているお年を呼び起こして解放すると、少女の額には汗の玉が弾き出されるように流れていた。お年の夢はこうであった。 彼女が姉と一緒に広い草原を歩いていると、姉の姿がいつか白い蝶に化して飛んでいく。驚いて追おうとしたが、とても追いつかない。じれて焦って呼び止めようとするところを母に揺り起こされたのである。その夢の話を聞かされて、起きたははっと思った。今度こそは本当に顔色を変えたのである。 しかもそうなると白い蝶の一件を漏らすことがいよいよはばかられるように思われて彼女はやはり口を閉じていた母も少女の夢話に格別の注意を払わないらしかった子供のうちはいろいろの夢を見るものだ姉さんはここにいるから安心しておやすみなさいお年は再び眠った 他の人々も皆それぞれ寝床に入ったが、その後には何の出来事もなく、ウリュウの一家は安らかに一夜を過ごした。酔いからの疲れで起きたもたあいなく眠った。風は夜のうちにやんでいたが、明くる朝は寒かった。今日と違って、その当時の音羽あたりは江戸のバスへであるから。 庭にも往来にも春の霜が深かった。早起きを習いとする瓜生の家では、薄暗いうちから寝床を離れて、およしは下女に指図し,して台所に立ち働いていた。起きたは表へ出て門前を入っていると、臨家の黒沼でももう起きているらしく、おかつもほうきを持って門前へ出てきた。二人の娘は、夕べの挨拶を終わると、 おかつはすり寄って囁くように言った。あなた夕べのことを誰かに話しましたか？いいえ、まだ誰にも。私はお母さまに話したのですよ。とおかつはいよいよ声を低めた。そうしたら、お母さまはもう白い蝶々のことを知っているのです。お母さまも見たのですか？ 自分は見ないけれども、その話は聞いているのだそうです。お父様に話したらば、そんな馬鹿なことを言うなと叱られたので、それぎり誰にも言わなかったのだそうです。おまかない組などは、その職務の性質上、どちらかといえば侍方たの薄い人々が多いのであるが、おかつの父の黒沼伝兵衛は、生まれつき武士方たの強い男で、 組中でも義理の堅い意地の強い人物として畏敬されていた。その伝兵衛に対しておかつの母が何か階段めいたことなど話した場合、頭から叱り飛ばされるのは知れきっていた。おかつの母の話によると、このごろ夜が更けると怪しい蝶が飛び歩く。それはおかつらが見たのと同じように、 普通のものよりやや大きい白い蝶で、それが舞い込んだ家には必ず何かの災いがある。多くは死人を出すというのである。お母様がどうしてそんなことをご存知なのでしょうと、おきたはまた聞いた。それはね、と、おかつはさらに説明した。四五日前に白魚菓子のおじさんが、 お年始に来た時にお母様に話したので八丁堀でもないない探索しているのだそうです。白ラウオ菓子のおじさんというのは黒沼の親類で姓を吉田と言い,い、白ラのお悩みに勤めている。吉田は土地の近い関係から八丁堀同心らとも知り合いが多いので、その同心のあるものから、 白い蝶の秘密を漏れ聞いたらしい。してみると、まんざら無根の流言とも言えないのであるが、伝兵衛はあくまでもそれを否認していた。彼はこんなことまで言った。白魚菓子がそんなでたらめを言うのか。さもなければ、このごろはお膝元が太平で、八丁堀りのやつらも暇で困るもんだから、そんなつまらないことを言いふらして、 忙しそうな顔をしているのだ。バカバカしい。こう一口に言ってしまえばそれまでであるが、白魚がしのおじさんは嘘を言うような人ではない。八丁堀の人たちがいくら暇だからと言って、根も葉もないことに騒ぎ立てるはずもあるまいと、おかつの母は夫に叱られながらも、内心はそれを信じていた。その矢先に、 おかつが現在その白い蝶の飛ぶ姿を見たというのであるから、母はいよいよそれを信じないわけにはいかなくなった。それですから当分は弱る気をしない方がいいとお母様は言っているのですよ。とおかつはさらに付け加えた。二。門前の掃除をしまってきたは我が家へ入ったが、 今のおかつの話がなんとなく気にかかって、彼女は暗い心持ちになった。おかつの父がいかにそれを否認しても、白い蝶の怪議はまんざら跡形のないことでもないように思われた。ことに妹のおしが夕べの夢にうなされて、姉が白い蝶に貸して飛び去ろうとしたという話が、また今更のように思い合わされて、きたは 一種の恐怖を感じないわけにはいかなかった白い蝶と自分との間に何かの因縁が結びつけられているのではないかとも恐れられたしかもそれを母や弟に打ち明けるのをはばかって彼女はやはり黙って朝飯の禅に向かったお前はゆうべからどうも顔の色が悪いようだが全く風邪でもひいたのじゃないか 母のおよしは再び聞いた。いいえ、別に。と、沖田は夕べと同じような返事をしていたが、自分でも少し寒気がするように感じられてきた。気のせいか、こめかみもだんだん痛みだした。弟の長三郎は朝飯の箸を置くと、すぐに剣術の稽古に出ていった。四つ、午前十時ごろに、 父の長八は交代で帰ってきたが、これも娘の顔を見て眉を寄せた。おきた、お前は顔色がよくないようだぞ。風邪でもひいたか。父からも母からも風邪ひきに決められてしまったおきたは、とうとう寝床に入ることになった。下女のお秋は音羽の通りまで風邪薬を買いに出た。 おきたは実際少し熱があると見えて、床に入るとすぐにうとうとと眠ったが、やがてまた目が覚めると、茶の間でおあきが何事をか話している声が聞こえた。おあきが小声で母と語っているのであるが、ふすま一えの隣であるから、寝ているおきたの耳にも大抵のことは漏れ聞こえた。私が薬屋へ参りますと、 ちょうどお隣のおやすさんもお薬を買いに来ていましてお隣のおかつさんもやはり寝ておいでなさるそうで「じゃあどっちも夜更かしをして風邪をひいたのだね」とおよしは言った「い,いえそれがおかしいので」お秋はさらに声を低めたが途切れ途切れに聞こえる話の様子では「かの白い蝶の一件について訴えているらしい」 「いずれにしてもお勝も床についたのである」「まあそんなことがあったのかえおきたは何にも言わないので私はちっとも知らなかったが」とおよしは不安らしく言った「そうするとお勝さんもおきたもただの風邪じゃないのかしら」それからあとはまたもや声が低くなったがやがてお秋が台所へ下がり およしは立って父の居間へ行ったらしかった。そのうちに、起きたはまたうとうとと眠ってしまったので、そのあとのことは知らなかったが、再び目を覚ますと、もう日が暮れていた。このごろのくせで、夕方からまたもや寒い風が吹き出したらしく、どこかの隙間から漏れてくる夜の風が、枕元の安動の火を時々に揺らめかしていた。 起たが枕から顔を上げると、安道の下には母のおよしが、やはり不安らしい眼色をして、娘の寝顔をうかがうように座っていた。どうだえ、心持ちは。と、およしはすぐに聞いた。少しは汗が取れましたかえ言われて気がつくと、起田の寝巻きは汗でぐっしょりと濡れていた。 母は手伝って寝巻きを着替えさせて、娘を再び枕につかせたが、十分に汗を取ったせいか、おきたの頭は軽くなったように思われた。それを聞いて、およしはやや安心したようにうなずいたが、やがてまたささやくように話し出した。それはまあよかった。実は私もない,ない心配していたんだよ。どうもただの風邪でもないらしいからね。 お前の寝ている間にお隣の黒沼のおじさんが来て「おかずさんも悪いんですってね」とおきたも低い声で言った「今朝までは何ともなかったのだがお昼ごろから悪くなってやっぱりお前と同じように風邪でもひいたような具合で寝込んでしまったのだがそれには死災があるらしいというので」 黒沼のおじさんがうちへ聞き合わせに来なすったのだよ。ゆうべのかるたの帰りに、目白下のお寺の前で、白い蝶々を見たというが、それは本当かということだったが、お前も病気で寝ているから、後でよく聞いておくと返事をしておいたのさ。そうすると黒沼のおじさんは、それではまた来ると言って出て行ったが、その足で音羽の通りへ出て、あの水引き屋の、 市川屋の店へ行って職人の現像にあって何かいろいろ煎儀をした末に現像を案内者にしてお寺の方まで行ったのだとさ黒沼伝兵衛は娘の病気から白い蝶の一件を聞き出したが元来そういう類の怪談を信じない彼は一応その虚実を煎儀するためにその時一緒に道連れになったという 市川屋ののをたずねたのであるその結果を早く知りたいので沖田は忙しく聞いた「それからどうしてあのおじさんのことだからね」とおよしは少しく笑顔を見せた何でも現像を叱るように追い回してその蝶々を見たのはどの変かということを厳重に調べたらしい。 町長は生け垣をくぐってお寺の墓場へ飛んでいったというので今度はお寺へ入って墓場をいちいち見て歩いたが別にこれぞという手がかりもなく町長の死骸らしいものも見つからなかったそうだよそれでもまだ気が済まないと見えて黒沼のおじさんはお寺の玄関へ回って坊さんにも会って白い町長について何か心当たりはないかと聞き合わせてみたが お寺の方では何にも知らないというのでとうとう思い切って引き上げてきたそうだが何しろ不思議なこともあるものさねお前も本当にその蝶々を見たのかえもう隠してもいられなくなって起きたはゆうべの一件を母に打ち明けるとおよしの顔はまた曇った若い娘たちが夜更かしをして夜道を歩いて 二人が同時に風邪をひいた。そんなことは一向に珍しくないのであるが、それに怪しい蝶の一件が絡んでいるだけに、二人の病気には何かの因縁があるように思われないでもなかった。うちのお父様はねえ、とおよしはまた言った。ああいう人だから、今度のことについて別に嘘だとも本当だとも言わないけれど、 私はなんだか気になって、もしやお前が悪くでもなっては大変だと、ないない案じていたのだが、この分じゃ死災もなさそうだ。それにしてもお勝さんの見舞いながらお隣へ行って、お前も確かにその蝶々を見たということを、おじさんに話してこなければなるまい、私はこれからちょっと行ってきますよ。およしはありあわせの菓子折りか何かを持って、 すぐに隣へ出て行ったその留守に沖田は妹を枕元へ呼んでゆうべの夢のことについてさらに宣ぎすると「お年は確かに姉さんが白い蝶々になった夢を見た」と言った子供の夢話などふだんはほとんど問題にもならないのであるが今の沖田にとっては何かの意味ありげにも考えられた。 彼女はなんだか薄気味悪くなって、この部屋のどこかに、蝶の白い影が迷っているのではないかと、寝ながらに部屋の隅々を見回した。半時ばかりの後に、およしは帰ってきて、娘の枕元でまたこんなことをささやいた。お前とは違って、おかつさんはどうも容体がよくないようで、ちょうどお医者を呼んできたところさ。 お医者はたちの悪い風だと言ったそうだけれど、おじさんはよっぽど心配しているようだったよ。おじさんは何と言っているのです黒沼のおじさんはまだ本当にはしていないらしいのだがね、それでも自分の娘が悪くなったし、お前も確かにその蝶々を見たというのだから、少し不思議そうに考えているようだったが、黒沼のおじさんの話では、 それがもう待ち方の耳にも入って、ないで探索をしているということだから、嘘か本当かは自然にわかるだろうけれど、まあ当分は日が暮れてから外へ出ないに限りますよ。姉さんばかりじゃない、お年も気をつけなさい。娘たちを戒めて、その晩は早く寝床についたが、表に風の音が聞こえるばかりで、 ここの家には何事もなかった。あくる朝は起きたの気分もいよいよ良くなったが、それでも用心してもう一日寝ていることにしたので、弟の長三郎が代わって門前をはきに出ると、隣の黒沼には男の子がいないので、下女のおやすが門前を吐いていた。ここで長三郎は、おやすの口からさらに不思議なことを聞かされた。 夕べの夜中に病人のおかつが苦しそうにうなり声を上げたので父の伝兵衛が起きていって伺う,うとおかつの部屋には明かりを消してあって一面に暗い中に小さい白い影が浮いて見えたそれは白い蝶である蝶は羽を休めておかつのよぎの上に止まっている伝兵衛は床の間の刀を取って引っ返してきて まずその蝶を追おうとしたが蝶はやはり動かない。伝兵衛は刀の鞘のままで横に払うと蝶はひらひらと飛んで自分の寝巻きの胸に入った。伝兵衛は妻の乙美を呼び起こして手職をともさせ寝巻きを払って改めたがどこにも蝶の影は見えなかった。あなたの目のせいでしょうとは言ったが おとみも一種の不安を感じないでもなかった。おかつを揺り起こして聞いてみたが、おかつは別に恐ろしい夢にうなされたのでもなく、ただうとうとと眠っていて何事も知らないと言った。話は単にそれだけのことで、しょせんは伝兵衛の目の迷いということに帰着してしまったのであるが、場合が場合であるだけに、どの人の胸にも消えやらない疑いが残っていた。 臆病なおやすは頭からよぎをひっかぶって夜の明けるまでおちおちとは眠られなかった。黒沼のおじさんも年をとったな。と長三郎はその話を聞き,きながら腹の中で笑った。ふだんはそんな階段を頭から蹴散らしていながらいざとなれば心の迷いからそんな怪しみを見るのである。年をとったといっても 死従を越してまだ間もないのに、人間はそんなにも弱くなるものかなどとも考えた。そんなことは誰にも話さない方がいい。私も黙っているから。と、長三郎はおやすに注意するように言った。ええ、誰にも言っちゃならないと。ご心臓様からも口止めされているんです。と、おやすも言った。 口止めされながらすぐに他人に喋ってしまうのである。長三郎は若い下女の口さがないのを憎みながらいい加減にあしらって家へ入った。そうして朝飯を食ってしまってからそしらぬ顔で隣の家へ見舞いに行くと、おかつの容体はやはり良くないらしかった。姉さんはと母のおとみが聞いた。 姉はもうよくなりまして、今日一日も寝ていたらば起きられるでしょう。それは幸せでしたなうちの娘はまだこの通りで。ご心配ですね。そんな挨拶をしているうちに、主人の黒沼伝兵衛が奥から出てきた。嬢さん、こっちへ来てくれ。長三郎を自分の居間へ呼び入れて、伝兵衛は静かに言い出した。 若い者の手前、誠に面目のないことだが、ゆうべは少ししくじりをやったよ。どんなことですか長三郎はやはりそ知らぬ顔をしていると、伝兵衛は自分の口から白い蝶の話を始めた。それはさっきおやすが長三郎に漏らしたと同じ出来事であった。伝兵衛は正直にゆうべの失策を打ち明けた後に、 自らあざけるように苦笑いをした。私も昇進ながら武士の端くれだ。世に不思議だの妖怪だのというものがあろうとは思っていない。怪力乱心を語らずとは、格子も説いている。かの白い蝶の一件は、先日も白魚菓子の親類が来て、何か家内に話していったそうだが、わしは別に気にもかけずにいた。 いやあ、全くバカバカしい話だと思っていたのだ。ところが、おとといの晩は、うちのおかつも見た。お前の姉さんも見たという。まだそればかりでなく、あの水引き屋の職人の玄像も見たという。玄像は正直者でむやみに嘘を言うような男でもない。してみると、これには何か死災があるらしく思われる。 ついては、物は試しだ。私は今夜、目白坂の辺へ行って、果たしてその白い蝶が飛ぶかどうかを探索してみようと思うのだが、どうだ、お前も一緒に行ってみないか。その頃の若侍の間には、肝試しと唱えて、あるいは百物語を催し、あるいは夜更けに墓場へ踏み込み、 あるいは極門首のさらされている場所を訪ねるなどの冒険めいたことがしばしば行われていた伝兵衛が長三郎を誘ったのもその意味である長三郎の通っている剣術の道場でもこれまで往々にそんな催しがあったが彼はまだ15歳の前髪であるのでとかくにその仲間から省かれがちであるのを彼はふだんから残念に思っていた その矢先へこの相談を持ちかけられたのであるから、長三郎は喜んで即座に承諾した。彼はぜひ一緒に連れて行ってくれと答えると、伝兵衛はさもこそというように頷ういた。うん、お前ならばきっと承知するだろうと思った。では今夜の五つ頃から出かけることにしよう。だが親父やおふくろが承知するかな。 夜学に行くことにして出ます。長三郎は五国寺門前まで、漢石の夜学に通うのであるから、両親の手前はその夜学に行くことにして、怪しい蝶の探索に出ようというのである。その相談が決まって、彼は威勢よく我が家へ帰った。あなたはともかくも、年の若い長さんなぞを連れ出して、 何かの間違いがあると困りますよ。と妻の音美は不安そうに言った。なにあいつは年がいかないでもなかなかしっかりしているから大丈夫だよ。でんべいは笑っていた。3。20日正月というその日も暮れて宵い闇の空に弱い星の光が二つ三つ漂っていた。 今夜も例のごとく、寒い風が吹き出して、音羽の大通りに渦巻く砂を転がしていた。寒い寒い。この正月は悪く吹き上がるな。本当に人泣かせだ。この北風に逆らって、江戸川橋の方角から押し合うように身をすりつけて歩いてきたのは、二人の中間である。どちらも少しく酔っているらしく、 その足元が定まらなかった。いくら寒くっても懐さえあったかけりゃあ驚くこともねえが、陽気は寒い、懐は寒い、内外から攻められちゃやりきれねえ。と一人が言った。まったくやりきれねえ。と他の一人も合図を打った。仕方がねえ。叱られるのを承知で、またご用人をくどくかな。 いけねえいけねえ。うちの用人と来た日にはとてもお話にならねえ。それよりも、お地下に頼んだ方がいい。担当のことはできねえが、一種や二種ぐらいのことはどうにかしてくれら。お地下におめえ、あの女に借りたことがあるのか他の者のにはどうだか知らねえが、俺には貸してくれるよ。まさか色になったわけじゃあるめえな。色になってくれりゃいいが。 まだそこまでは運びがつかねえ。それにしても不思議だな。あの女がおめえに金を貸してくれるというのは、どうして貸してくれるんだよ。はは、それは言えねな何しろ、俺には貸してくれるよ。俺がくどけば、おちかさんは貸してくれるんだ。それじゃあ、俺も頼んでみようかな。バカを言え。おめえなんぞが頼んだって、シモンも貸してくれるもんか。ははは。 こんなことを話しながら押し合ってゆく二人の後ろには、また一つ黒い影が付きまとっていた。音羽の七丁目から西へ切れると、そこに少しばかりの二十歳がある。そこへ来かかった時に、向こうから拍子木の音が近づいて、火の晩の唐助のちょうちんが見えた。こんばんは、と唐助がまず声をかけた。 よう、ご苦労だな」と中間の一人が答えた「べらぼうに寒いじゃねえかお寒うございますないくら回り場所だってこんなところを正直に回ることもあるめここらには悪い狐がいるぜ」と他の一人が笑いながら言った「何狐の方でもおなじみだから大丈夫ですや」と塔介も笑いながら言った お前さん方は今夜もご機嫌ですね。あんまりご機嫌でもね。泣けなしの銭でちっとばかりの酒を飲んで、これから帰ると門番に文句を言われて、ご用人に叱られて、どうでろくなことじゃねえのさ。そう言っても、こいつにはおちかさんといういい年間がついているのだから幸せだよ。ええ、つまらねえことを言うな。おちかさん、と。 宗介の目は暗い中でフクロウのように光った。おちかさんというのはお屋敷のおちかさんですかえ？えうん、そうだ。中間は生返事をしてそのまま歩き出した。他の1人も続いていった。康介はまだ何か聞きたそうな様子で、二足ばかり。行きかけたが、また思い直したらしく。 中間どもの後ろ姿を見送ったばかりで引っ返して大通りへ出ようとするとき、彼は何かに驚かされたようににわかに畑の方を見返ると、そこには小さくうずくまっているものがあった。それは狐ではない、人であるらしかった。人ははうように身をかがめて、畑から往来へ忍び出たかと思うと、草履の音を盗んで、 かの中間どもの後を追っていくらしかった。それと同時に、唐助の提灯の火は、風に吹き消されたのか、わざと吹き消したのか、たちまちに暗くなった。彼もまた、抜き足をして、その黒い影のとを追っていった。一方に、こういうことのある間に、また一方には、目白坂下の暗い寺門前に、 二つの暗い影がさまよっていた。それは黒沼伝兵衛と瓜生長三郎で、彼らは昼間の約束通りに白い蝶の正体を見届けに来たのである。長三郎は小声で言った。おじさん、この辺りですね。この辺りだ。昨日現像に案内させてよく調べておいた。 長々はあの池垣をくぐって墓場へ舞い込んだということだ」と伝兵衛は暗い中を指さした。毎晩ここらへ出るのでしょうか。それはわからない。だがまあ、ここらに網を張っているよりほかはあるまい。風を避けるためにこのお門の下に入っている。何構いません。私はそこらへ行って見てきましょうか。うん。 犬も歩けば棒に当たるということもある。ただ突っ立っているよりも少し歩いてみるかな。おじさんはここに待ち合わせていてください。私がそこらを見回ってきます。言うかと思うと、蝶三郎は坂の上へ向かって足早に歩き出した。風はなかなか吹きやまないで、地内の大きい毛焼きの小杖をヒューヒューと揺すって通ると、 その高い小杖にかかっている破れだこが怪しい音を立ててガサガサとなった。強い風を避けながら暗い中に目を配って、蝶三郎は坂の上まで登りきると、とある屋敷の横丁から蝶賃の火が揺らめいてきた。どこをどう回ってきたのか知らないが、火の番の塔助はここへ出てきたのである。彼は拍子ぎを鳴らしていなかったが、 そのちょうちんの光で、ちょうざぶろうは早くも彼を知った。おい、火の晩。今夜は、ここらでちょうちょうの飛ぶのを見なかったかねと、ちょうざぶろうは近寄って声をかけた。おう、ウーリュの若旦那ですか。と、とうすけは少しくちょうちんをかざして、ちょうざぶろうの姿をすかしみた。あなたはちょうちょうを探しておいでなさるんですか おとといの晩、うちの姉さんがここらで白い蝶々を見たというから、私も今夜探しに来たのだ。お前も見たことがあるそうだね。とうすけはそれに答えないで、また聞いた。その蝶々を探してどうなさるんですどうということもないが、その蝶々がなんだかおかしいから、捕まえてみようと思うのだ。捕まえてどうなさるんです つかまえるだけのことだ」と長三郎はその以上のことを漏らさなかった「それならばおやめなさい」とすけは諭すように言った「白い蝶々の飛ぶことはあります」「寒い時に蝶々が飛ぶ」「考えてみれば不思議ですがそれにはまた何かさいがあるのでしょう」 お武家のあなた方がそんなことにおかかり合いなさらぬ方がよろしいんです。いや、少し訳があるのでかかり合うのだ。それで、お前は今夜も見たのかとすけは首を振った。その蝶々の飛ぶのは、ここらに限ったことじゃありません。毎晩きっとここらへ出ると決まっているんじゃありませんから、探してお歩きなすっても無駄なことですよ。 今夜はあなたお一人ですかそれともお連れがあるんですかなんと答えてよいかと長三郎はやや躊躇したがやがて正直に言った。実は黒沼のおじさんと一緒に来たのだ。黒沼の旦那と藤助は冷ややかに言った。その旦那はどこにおいでです坂下の門前に待っているのだ。 はあそうですか藤助の声はいよいよ冷ややかに聞こえたばかりでなく提灯の日に照らされたその顔には冷ややかな笑いさえ浮かんだ「今ももうストーリーここらを探しておいでになっても白い蝶々はめったに姿を見せやしませんよ。風邪でもひかないうちに早くお引き上げになった方がよろしゅうございましょう。 彼はこう言い捨てて軽く会釈し,したままで立ち去ったが、長三郎はまだそこに佇んでいた。表紙儀の音は坂を横切って、向こう横丁の方へだんだんに遠くなるのを聞きながら、長三郎は考えた。唐助の話によると、白い蝶は毎晩ここらに出ると限ったわけでもないという。それは自分も覚悟してきたのであるが、 ここらを毎晩回っている日の晩がそういう以上、めったに姿を見せない蝶を訪ねて、いつまでも寒い風の中に徘徊しているのは、なんだかばかばかしいように思われてきた。いっそ、おじさんに相談してこようか。彼は引っ返そうとして、また躊躇した。せっかくここまで踏み出してきながら、まだ六六の探索もしないで引っ返しては、 気遅れがしたようにでも思われるかもしれない。長三郎は育児なしであると黒沼のおじさんに笑われるのも残念である。ともかくもう少し歩いてみた上のことだと長三郎は思い直してまた歩き出したが闇の中には彼の目を遮るものもなかった。まだ五つ半、午後九時を過ぎまいと思われるのに、 ここらの屋敷町は皆眠ってしまったように静まっていた。ただ聞こえるのは風の音ばかりである。長三郎はあてもなしにそこらを一巡して坂の上まで戻ってくると、だんだんに吹けてゆく夜の寒さが身に染み渡った。おじさんも待っているだろう。もうこのくらいで引っ返してもよかろうと思って長三郎は坂を降りた。 元の寺門前へ来かかった時に、彼はにわかに立ち止まって、口の内で、あっと叫んだ。大きい白い蝶が闇の中にひらひらと飛んでいくのを見たのである。彼は目を据えて、その行方を見定めようとする間に、怪しい蝶の影はたちまち消えるように隠れてしまった。早くそれをおじさんに報告しようと、 彼は足早に門前へ進み寄ったが、そこに伝兵衛の姿は見出されなかった。私の帰りの遅いのを待ちかねて、おじさんもどこへか出て行ったのかと、長三郎は暗い門前を見回しているうちに、その足は何者にかつまずいた。それが人であるようにも思われたので、彼はひざまずいて探ってみると、それは確かに人であった。 しかも大小を指していた。長三郎はハッと思って慌ててその人を抱え起こした。おじさんですか黒沼のおじさんおじさん人は何とも答えなかった。しかもそれが伝兵衛であるらしいことは暗い中にも大抵は推察されたので、長三郎は慌ててまた呼び続けた。おじさんおじさん 黒沼のおじさん。その声を聞きつけたらしく、どこからかちょうちんの火が現れた。それは火の晩のす助である。彼はちょうちんをかざして近寄った。どうかなすったんですか明かりを見せてくれと、長三郎は忙しく言った。その日に照らされた人は、まさしく黒沼伝兵衛であった。 彼は刀の塚に手をかけたままで息が絶えていた。慌てながらもさすがは武家の子である。長三郎はすぐにその死骸を引き起こして身内を改めたが、どこにも切り傷または打ち傷らしい跡も見出されなかった。早く水を持ってきてくれと長三郎はすけを見返った。唐助はちょうちんをかざしたままで、 ただ,だまってつったっているので長三郎はじれるようにまたいった「おいこの寺へ行ってはやく水をもらってきてくれ」「寺はもうねてしまいましたよ」ととうすけはしずかにいった「それじゃあ井戸の水をくんできてくれ」「水を飲ませたぐらいで生き返るでしょうか」 何でもいいから早く水を汲んでこいと、蝶三郎は叱りつけるように叫んだ。唐助は無言で寺の門内に入った。蝶賃は彼と共に去ってしまったので、門前は元の闇に帰った。その暗い中で、蝶三郎は黒沼のおじさんの死骸を抱えながら、半分は夢のような心持ちで、凍った土の上に小膝をついていた。 その夢のような心持ちの中でも彼は考えた。おじさんが急病で倒れたのでないことは刀の塚に手をかけているのを見てもわかっている。おじさんは何者にか出会って刀を抜く間もなしに倒れたのであろう。長三郎はかの白い蝶を思い出した。自分はたった今こちらで怪しい蝶の影を見たのである。おじさんは かの蝶のために倒されたのではあるまいか。長三郎は一種の恐怖を感ずるとともに、また一方には抑えがたい憤怒が胸をついた。畜生、覚えていろ。彼は腹の中で叫びながら、辺りの闇を睨んでいるとき、藤助の提灯の火が鬼火のようにまた現れた。彼は片手に小さい手をけを下げている。 血の巡りが悪いのか、あるいは意地が悪いのか。こういう場合にも彼はさのみに慌てている様子も見せず、いつもの足取りで静かに歩いてくるらしいのが、またもや長三郎を苛立たせた。おい早く早く怒鳴りつけられても彼はやはり騒ぎもせず、無言で門へ出てくると、長三郎はひったくるようにその手をけを受け取った。 手をけにひしゃくが添えてあるので長三郎はそのひしゃくに水をくんで伝兵衛の口に注ぎ入れた「おじさんおじさんしっかりしてください」伝兵衛は答えなかったひしゃくの水ものどへは通らないらしかったそれが当然であると思っているかのように藤助は黙って眺めていた「しかたがない寺へ連れ込んで」 医者を呼ぼうと長三郎は氷石を投げ捨てながら言った。藤助はやはり無言で立っていた。どこかでフクロウの声が聞こえた。